ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は藤波辰巳、1987年10月14日飛騨高山体育館ロングタイツで登場について触れてまいります。藤波辰巳、レスラー生活18年でこの日初めてロングタイツで登場しました。師匠であるアントニオ猪木がかつて膝の負傷から復帰する際ロングタイツで復帰したことがありますが、今回藤波のロングタイツ着用は世代闘争真っ只中の新日マットで自らの存在感をアピールするためのものと思われます。しかし藤波の願いも虚しく、世代闘争は突如終わりを迎えます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は藤波辰巳、1987年10月14日飛騨高山体育館ロングタイツで登場について触れてまいりました。